巨人、岡本和真、大谷翔平の〇〇に仰天、大企業やん。巨人の岡本選手がドジャースに10年7億ドルで契約した。大谷翔平投手に驚愕した。大谷とは世界一を成し遂げた今年3月の WBC で共闘したが、やばいやん。大企業ですもん。ほんまの企業でしょ。1000億稼ぐってそんなことあるんですね。すごいです。そんな人と一緒に野球やったんだなと思います、と呆然とした表情を見せた。これにネットの反応は、12月16日に BS で巨人軍創設90周年記念番組をやってた大勢は新人王を取った時に岡本から、今日何か用事あるのと聞かれて、ないですと言ったら、いきなりエルメスに連れて行かれて数百万円もするスーツを買ってくれたとのこと。戸郷は岡本と一緒に風呂に入っていたら、お前最近欲しいものないのと聞かれ、エルメスの財布が欲しいですと言ったら、俺が買ったるからお前買わんでええぞと言われ、2日後には戸郷のロッカーにエルメスの財布が置いてあったらしい。岡本和真は太っ腹なのです。岡本がメジャー行きを表明したら、年俸30億くらいはもらえるだろう。韓国のリーでも20億以上で契約できたし、今はバブル状態。日本の年俸事情がひどすぎるのもあるけど、巨人ファンではないが WBC 以降岡本選手のことは応援してる。プレーもキャラも好き。それ以外にも年間スポンサー収入が46億円とかだから、岩手県買えちゃうかもね。